111カウント4分の3フィリピン、ここまで21勝15 KO 2敗1分け。最新ランキングは WBC 世界フライ級13位、 WBA 世界フライ級第6位、 IBF 世界フライ級第4位、ヴィンス神風パラスル。白くをつけるのはさあヴィンスパラスの方か。青コーナー112パウンド、渡辺ジム所属、ここまで18勝12 KO 2敗。最新ランキングは IBF 世界フライ級第8位、世界2階級制覇王者、本日3階級制覇への決着戦、元 IBF 世界ミニマム級チャンピオン、元 WBA 世界ライトフライ級スーパーチャンピオン、そしてパウンド・フォー・パウンド、リングマガジン世界ライトフライ級チャンピオン、マック・ボール京口ヒロト、それともなにわのバットボーイ京口ヒロトなのか。フライ級の実回戦ヴィンスパラス VS 京口ヒロト杉山俊夫。さて解説には亀谷さん、岩瀬さんに加えまして、トレジャーボクシングプロモーション伊藤代表にも加わっていただきます。伊藤さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあまずは伊藤さん、期待している部分、はい、ぜひ教えてください。そうですね、やっぱり前回の戦いを踏まえて、はい、まあ京口ヒロトがどんな戦いをするのか、うん、またね、その3回目ですから、はい、そこに対してね、ヴィンスパラスどのように戦うかっていうのは本当に、うん、興味深いですし、はい、僕にとってもこう最終決着だと思ってます、はい、本当に決着をつける時だなと思ってます。前回は判定、名前がコールされた瞬間に京口は驚きの表情、そのままもうリングに下がっていって、そして引退を口にするほどというようなショックを受けました。一方でヴィンスパラス、まあ、決着をつけた相手と何か関わらなくてはいけないんだと、そんな中で迎えて第3戦、お互いに1勝ずつ。第1ラウンドが始まりました。フライ級の10回戦ヴィンスパラス VS 京口ヒロト、まずはセンターを取ったのは京口です。黒のトランクス、どちらもオーソドックススタイル、そしてカラフルなトランクス、こちらがヴィンスパラスです。まずはアグレッシブに亀ヶ谷さん、京口いきますね。いい勢いですね。左、あ、右のストレート、前に出るのか離れるのか、それどう動くのかと思っていましたが、はい、プレッシャーかけてますね、うん、今回は明確に勝ってみせるんだと、また世界に京口は届く距離にいるんだということを知らしめると言っていました京口ヒロト。さあしかしヴィンスパラスも落ち着いてここは対応しています。おお、ただヴィンスパラスの方も手を出していきます。うん、じゃあ京口やっぱり気持ち感じますね。そうですね、前回とは明確に変えてきてますよね。はい、まあ、前回は伊藤さんも途中からこうポイントで勝っているという部分もあって、かなり安全策を取った感じがありましたもんね。そうですね、やっぱボクシングの技術という部分では京口上回ったと思うんですけど、どうしてもやっぱ見栄えだったり、こうまあ優勢、手数だったりというところでやっぱり取られたなという多分感触は多分京口も分かったんだと思いますね。はい、分かりやすく KO を狙っていくと言っていました京口ヒロです。左を伸ばしていきます。お互いヴィンスパラスも、ヴィンスパラスの方は前回の対戦を踏まえて京口はそれほどいいボクサーではないんだというふうにも言っていました。まあ、ただ即再戦のオファーを聞いたときはすぐに受け入れたというふうにも言っていました。ボディから左、しかし京口返す、打ち合いだ。いや、岩瀬さん、お互いに手出してますね。はい、そうですね、京口選手のこう覚悟も感じれますね、うん、今日本当に覚悟の決まった試合が多いですね、はい、感じられるような試合がすごい多い、ね、いや、先ほどの一戦なんかはまさにそうでしたよね、うん、1試合目からそう感じました。あ、そうですね、はい、全体を通してですか、うん、ここはパラスもボリュー、京口選手プレッシャーかけてるんでバッティングとか気をつけたいですね。はい、距離が近いですね。ちょっと揉み合いになっています。頭がつくような距離、左からワンツー、京口が放っていきます。京口これもう倒す気できてますね。軽いパンチではなくて、伊藤さん、かなりパワーショットも多いですね。多いですね、もう本当にボディカー、アパー、右のストレートいいですね。前回はね、結構京口カウンターにあったんですけど、はい、同じタイミングでね、打ってってますよ、ただパラスの方も返しています。左から今度はボディです。回り込んでくるような軌道、
こうパラスのパンチってこうちょっと1テンポ遅れて届いてくるようなパンチなので、結構見にくいと思うんですよね。パラスの方は21勝のうち 15KO、 2敗1敗という成績です。左今のセーフ、パラスも気合入ったんですよ。いったー、ミスト、ここで第1ラウンド終了です。2階級の2階級パラスバーサス京口博人。さあまずは第1ラウンドの印象、伊藤さん伺ってもいいですか。いやー本当にやっぱり京口の気持ち感じますよね。覚悟だったり、前回のね韓国での試合を見てるファンの人たちはちょっと本当に別人じゃないかと思うぐらい、でも覚悟感じますね。いいですよ、本当に噛み合ってると思います。はい、さあ一方で金谷さん、これパラスの方はどう感じましたか。パラスの方は少しこの京口選手のテンポについていってないなというのを感じますね。京口選手のプレッシャーに対してまた合わせていこうとしても、その時には京口選手プレッシャーかけていたけれど、しっかり下がって空振りさせてられますよね。はい、さあこちらがヴィンス・パラスです。パラスの方は24試合で4勝 15KO2 敗1分けという成績で、現在は26歳、今日が10月13日26歳の誕生日です。バースデーボーイのヴィンス・パラス、この誕生日にこの因縁に決着をつけるんでしょうか。第2ラウンドです。まずは先制パンチを打っていったパラス、少しまだ距離が遠いところです。しかしアグレッシブにいった、お互いに左のフック、右のストレートは小内。いや非常に第1ラウンドからアグレッシブな戦い、高高いボディ、そして左のフック交錯しました。左フックタイミングが合っているので京口選手気をつけたいですね。はい、右のストレートからパー、結構ビンスのタイミング怖いですよね。ここまでは手数というところではまだ京口が上手いさというところですが、危険な距離、また距離が近い、左のフックはビンスパラス、アッパー、そしてオーバーハンドの右です。パラスのこの角度が様々に来るパンチは嫌ですね。いやー岩瀬さん、第2ラウンドからこの打ち合いですか。はい、そうですね、ビンスパラスもやる気満々だし、そうですね、はい、角度、いろんなパンチの角度、本当に金谷さんも言ってましたけど、はい、いろんな角度のパンチがあるんで怖いですね。本当にただ京口選手もボディーブローやアッパーの非常に得意な選手なので、京口選手もそのパンチの角度という面では非常に多角的に打てるし、押し込んでいこう、戦いがそのパンチの角度がキーポイントの一つですね。強引にねじ込むアッパーはパラス、もう距離を一気に潰していくというような京口仕事、本当にこう結構強引に詰めているので、はい、京口選手バッティングで頭を勝ってしまうように注意したいですね。これは伊藤さん、お互いに得意な距離としてはどうなんですか。はい、かなり近いですけど、本当にお互い好きな距離だと思います。あ、好きな距離ですか。まあ、もちろん京口はねこの前でああやって幅も見せてるんですけど、はい、やっぱり戦い方をしっかり変えてきて、まあピンスの土俵というか土俵なんですけど、はい、その中でも自分が上回るところを、見せようとしていると思いますね。なるほど、もう本当に有無を言わせない勝ち方をしようと、右ストレート、京口選手はこれは作戦なのか、ちょっと気持ちが行き過ぎているのか、プレッシャーかなり強引なので、普段はよりスムーズに、まあ、滑らかにコンビネーションを打っていくところがあるので、京口選手アッパーは怖いですね。連打、パラスのアッパーの連打、しかし京口も返す、打ち合いだ、第2ラウンド、まだ40秒以上あるぞ、気持ちが折れないですね。京口の左フック、もう一発いいですね。いや、もう一発だ、京口が出ている、京口選手ピンチャンスでありますけど、しっかりケアしたいですね。今度はパラスのアッパーからボディ、いや、京口が左当たっています、オーバーハンド、左右に打っているパラス、ボディ、残りは20秒、お互いにボディが、京口選手ボディ良かったですね。揉み合っています。ボディはたまに当たるんですけれど、京口選手の方がより有効に当たってそうですね。お互いにもう押し合いという感じです。あと少し、今度は京口が避難した、残り時間少なくなってきます。第2ラウンド、ここで終了。第2ラウンドからこの打ち合い、一気に手数が増えました。さあ第2ラウンドの印象は岩瀬さん、伺ってよろしいですか。はい、ねじ伏せようとしている感じでね、ひしひしと感じますね。いや本当そうですね。はい、その気持ちすごい大事なんですけど、やっぱり言っても世界ランカー同士の、レベルの高い試合なんで、それだけではこうできないのも事実あると思うので、はい、
そういうところをねやっぱ、気にしながらやっていきたいところでもありますよね、うん、そう簡単じゃないと思うんでね、はいはい、やっぱし最後前線ではビンスは結構最初からハイペースでいって、はい、10ラウンド全部やりきってるんですよね、うん、でやっぱり京口選手は結構今こう強引にいって自分のペースか分からないですけど、はい、じゃないところでも勝負してってると思うんですよ、この手数でこれやっぱまだ2ラウンド目ですから、はい、これからどうやっぱラウンドが進むにつれて動くかなっていうのはありますね、これだけ前に出ていこうとするとかなり消耗も大きそうな両者ですけれどもね、消耗ありますね、これだけ打ち合ってるとね、もうそして第3ラウンドの頭ももうガツガツと頭がぶつかるようなそんな距離アッパー、ただこのラウンド京口選手しっかりと相手を見ながら左コンパクトなパンチを打ってますね、少し 1,2 ラウンド目より力みが落ちてるかもしれませんね、ちょっと、まあ、インターバル中に何か指示もあった言葉もあったかもしれませんね、このインターバル中も、まあ、連戦指示を聞いてましたし、息も乱れてなかったですね京口選手、はい、ボディーブローいいですね、ボディ的確ですよね京口ね、嫌がりますねこれは、パラスの方も腕を伸ばしてボディに当てていきます、そしてアッパーです、ただパラスのアッパーも怖いので気をつけたいですね、お互いにこう腕が伸びきる位置にはいないという感じです、パラスのボディーブローも結構当たってますかね、はい、ここボディから顔面に当てていきますパラス、お互いに拳それから頭がぶつかっています、やっぱりパラスってこうスピードが連打とかがあるわけじゃないんですけど、はい、止まらないんですよね、こう普通は一段落来るところでこうずっと淡々と淡々と手が出てくるので、相手にとっては結構嫌だと思いますね、馬力はある選手ですか、ね、なんか今見てやっぱり強打パワー感じますけどね、馬力あるとあるなと思いますよ、はい、近くホリーちょっと、ま、下を見ながら上から拳を開けているようなそんなパワーのパンチ、こっちで原骨のように上からパンチを打ちてるめったり見ないですけど、そうですよね、ちょっとゴロフキンパンチみたいなね、少し意識しているようなパンチ見えますね、そこまで効きにくいわけじゃないんですけど、頭にゴツゴツ当たってきて結構打たれてる選手は嫌なんですよ、細かく京口はそれに対してコツコツと当てています、ロープを背負わせている京口ロープ、右のボディからヒューリー、今度はかなりパワーを込めて打っていきました、パラス今度は上、いやもうお互いに離れようという気はさらさらありません、1ラウンド目は京口選手もう少しバックテック使ってましたけど、はい、少しちょっと足を止まってますよね、ナイスボディ、もう一発、そして上からのパラス、パラスの上から打ってくるパンチ、まあ、脇腹がガラキなんです、そこにパンチを打ったら面白いですね京口選手、お互いにボディには結構打ってきています、パラスはもうボディ連打、そこからアッパーです、残りは20秒少々、少し強引に打ち込んでいく、ちょっとパラスが下がります、左左右のフック、ナイスボディ左だ、ただパラスのアッパーのリターンも怖いですね、これですね狙ってますね、今度は右、いやしかしパラスの手数を増やしてきました、第3ラウンド終了、さあまだまだ打ち合いの様相は続いていきます、亀貝さんどう感じましたか、いやーそうですね、激しい打ち合い続いてますね、ただ京口選手、ちょっと動きは止まってますけれど、はい、まあ、特性は正確にこのボディ中心に当たってますよね、まあ、結構両者ボディが多い印象ですけれども、岩さん、はい、パラス選手はちょっと嫌がる感じありますか、そうですね、やっぱ京口選手ボディ上手いし、はい、体のパワーがやっぱ全然京口選手の方が強いですね、でゴリ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 押せてずっとパラス選手が押されながら下がっている状態、やっぱそこでのボディはやっぱり有効であり、はい、パラス選手徐々に効いてくると思いますよ、はい、は今回のスパーリングとしましては、まあ、日本ライトフライ級チャンピオンのカービッツ選手のスパーリング、さらには JK ジムで有明アリーナで試合があるユーリアクイセイゴ選手とも、ね、スパーリングをしてきたというふうにも聞いています、第4ラウンドが始まっています、フライ級の実際戦です、おパラスが数増えてきた、ただちょっと上半身をやるかすかってアッパーをうまく使ってですね、このラウンド右のストレートから大かわして返すパラス、いいですね京口選手、ボディーワーク使ってる方が良さそうですね、
ここはちょっとポジショニングの争いですが、押していく京口、ボディ、アボディ、かなりフィジカルの消耗は大きそうな、そんなボディーワーク両者、左のボディです、パラセ、いいですね、微妙な2人頭の位置を変えていると競技選手リズムいいですね、その中でこの試合一貫しているこの押し込む動きも使ってますよね、うん、よっまた手数も増えてきた、ちょっと先ほどよりは伊藤さん距離はできそうな感じありますけれどもね、はい、そうですね、まあ、頭はついてるんですけどやっぱり少し空間を意識し始めて、はい、お互いこうリターンにリターンというかそういったところの狙いになってきている展開ですね、うん、はい、またボディです、アッパーから左ボディ、ね、うん、ボディ効いてますね、右、さあまだ時間は半分あります、第4ラウンド、アッパーセコンドの切り通りに右のアッパーを放っていきました、京口選手脇をしっかり掴んで小さなリターンのパンチいいですね、まあ、クリーンヒットというよりはやや強引に持ち込んでいくようなそんな両者の感じです、これダメージは岩瀬さんどうなんですか、はい、まあ要所要所で京口選手のいいパンチ当たってるんでちょっとふらついたりとかちょっとずつ出てきたんでね、はい、少し力からずパワーをダメージ溜まってきてると思いますよ、はい、バラスは、おお、内側右交差しました、バラスはパンチ取れた、京口選手の方がいいパンチ当たってますね、左のボディ少し距離ができたところに打ち込んでいった右、しかしパラスも返します、パラスもうまくサイド動いて打ったりとか、少し頭を使ってますね、残りは30秒、アパラー顎が上がった、一瞬下がってスペースを作って打ち込みましたね、しかしパラスも気持ちの強さは見せている、最後パラス落ちてきましたかね、もらった右のパッチ、残りは10秒、第4ラウンドです、まだまだ前半戦お互いに打ち合いだ、今度はかわしながら最後にパンチを集めていく、京口仕事、第4ラウンド終了、お互いに気持ちの強さが出ました、さあ伊藤さん、はい、このラウンドどうだったでしょうか、そうですね、ビンスがね一発でいいパンチ当てたんですけど、まあ、全体としてはね京口やっぱり冷静ですし、もらった際もねこうしっかりカバーもしてったので、ただね、ビンスはやっぱり一発ありますよ、うん、本当にスパーリングとかも僕見てますけど、はい、本当に倒しますからスパーリングで、アマチュアのすごいトップの選手も倒すぐらいやっぱり独特なリズムを持ってるんで、うん、油断しないで慎重にね競技で戦っていく必要はやっぱりあると思うんですね、まあ、ただその上で過去2戦やってるというのは伊藤さん、まあ、どちらも、ね、手の内というかどういうボクサーかは知ってるわけですよね、そうですね、本当にそれこそ長い間かけて3試合やってきてますから、お互いのねいいとこ悪いとこ全部分かってると思うので、はい、その上でこの真っ向勝負だと思いますよ、はい、お互いがお互いを分かった上でのこの打ち合い、さあ中盤の第5ラウンドのゴングが鳴りました、一気にいった京口、京口はでも走り切るつもりでいますね、はい、本当だね、素晴らしい、ね、もうこのままずっと行くということですか、やっぱり1ラウンドの1ラウンドというかこうラウンドの入りって結構人の選手のこう気持ちが結構見えるんですけど、はい、毎ラウンドこうもう自分から走っていくような京口の姿ってちょっとここ数戦見てるのを初めて見るぐらい、はい、まあ、ちょっとその気持ちが見える試合というのは、まあ、この今回の攻撃をしてそうですけれども、岩さんやっぱり見てていいですよね、アーティー本当に世界挑戦前の絶対に勝つっていう、はい、チャンピオンになるっていう気持ちと似てるんじゃないですか、はい、それはこうまた戻ってきてる感じがありますよね、まあ、京口はパラスに対してハングリーでタフでパワーがある選手なんだというふうに分析していました、ただこの距離を詰めすぎることないですね、京口選手、ある程度は保ってますか、被弾がちょっと増えてますね、うん、おっとビンスがねちょっと独特なリズムで振ってますよね、はい、パンチをね、ガードを下げながら打ち込んできます、ボディーブロック怖いですね、ちょっと距離は空いています、距離を取りながらのパラスのボクシング、左、ちょっとビンスがねリズム変えてますよね、そうですよね、はい、右のストレートは京口、
また密着状態。戦い方をこの中盤からビンスパラスに変えてきているでしょうか。 IBF では現在、まあ、上位ランク4位にランクされていますビンスパラスです。左のボディから今度は右フック上です。左ボディー攻撃、ちょっとビンス疲れているようにちょっと見えますね。はい、ちょっと今引いたロックを背負っています。残りは1分。京口が前に行く前に行く。カラスはコツコツ。左の吹き。いや、亀井さん今のタイミングちょっと高かったですね。ちょっと今のタイミング京口選手読みにくい感じだったんだと思いますね。はい、京口選手左ジャブいいですね。もっと来いとボディを叩いたカラス。左のアッパー。さあ京口のパンチも当たってきました。選手右パンチも当たってるんですけれども、拾わないですね。ポジションを変えながら打ち込んできます。ビンスパラス前に来た、体勢を入れ替えてビンスパラス。それに対して京口ナイスアッパーからさあつなぎいいですね。パラスが踏み出している。残りは10秒切った。いや、パラスのパンチも当たっています。京口選手ここで攻めながらも一発のカウンター気をつけたいですね。これで前半戦が終了ということになりました。第5ラウンドまで終了。さあまだ前半戦、まだこっちが疲れてくる。で、いや見応えがある。いや本当そうですね、はい、ちょっと我々のスタミナも心配ですけどさて第5ラウンドは岩瀬さん、はい、印象伺ってもいいですか。いや本当に両者いいパンチ当たりますね。でも、こうパラスやっぱりずっと下がり続けてはいるんですが、一瞬一瞬ですごいいいパンチがあるんで、ね、ちょっと気は抜けないんですけど、はい、でもどん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 京口選手を押してますよね。でもなんかこうパラスなんかフラフラしてきたのかなとか、はい、消耗してきたのかなっていうのをずっとやる選手なんでね、これどうなってくるのか後半どうなってくるのか本当にちょっと不安ありながら期待しながら見たいと思いますね。勝負どころの見極めはかなり難しくなってきそうですね。さあここから後半戦、まあ、ポイントのここは数えながらという戦い方にはなると思います。さあまた先制打は京口チームた、先ほどは少し伊藤さんパラスの戦い方変えたんじゃないかというのお話もありましたけれども、はい、そうですね、なんかちょっとねガード下げて不足な、ね、パンチは多かったですけど、はい、まあ、ああいうパターンの時ってこう、まあ、あれがその時ねコミットしてるのか、うん、手下げてる時は疲れてる時っていうのは間違いなくあるので、はい、まあ、どちらかだかなと思いますね。一回休むラウンドでちょっと振っていったのか、うん、はい、この段階は冒頭からまた序盤の密着状態に変わりました、はい、アッパー。右のダブル良かったですね京口選手。またパラスの顔面が打ち上がりました。まずパラスも本当にタフですからね。タフですね。思わず言葉が漏れます。ようやるわ、ね、そうね、あのフラフラとしてあれって思ったら、そこからいきなりこう逆襲してくるような選手なんですね。分かりにくいわけですか。分かりにくい、聞いてるのかなっていう動きをするんですけど、はい、聞いてないというか、うん、まあ、あとやっぱり練習本当にやる選手なので、やっぱり基礎体力というか、うん、体の基礎的な強さっていうのは本当に持っている選手なので、はい、相手にとってはやっぱ嫌ですよね、折れないですか絶対に。まあ、ここでもアグレッシブに打ち込んでいく。いいでしたねパラス、ね、今ちょっと危なかったですね。また強烈の顔面が少し動きました。アッパーポイント、強烈な距離を潰していきます。先回りをしてからの右、残りは1分15秒、うん、左に発、ここはボディコントロール、斜め際また距離が近くなっています。おっとどうだ、右怖いですね、パラスのパンチ相打ちでしたね。今のタイミング危なかったな。残りは50秒切りました。右のストレートは京口、お互いにパンチはそれなりに当たっている印象でもあります。ボディ、お互いに左です。まあ、この距離になると
まあどうなんでしょうか、やっぱりこうインは金谷さん打ちにくいわけですよね。そうですね、ですが両者うまくスペースを作って試合を出してますよね。ええ、ここまではボディが中心の両者です。アッパー右左から、お互い本当ボディーブローが増えてますよね。ええ、そうですよね。ちょっと上体の体勢を崩しながらもパラスがパンチを打っていきます。すると体力の消耗という部分もあるかもしれませんが、お互いボディー、まあ、パラスのボディも怖かったですね。第6ラウンドが終わりました。さあここから第9の1回戦は第7ラウンドに入っていきます。まあ、顔面の被弾も少し伺える現在は京口博人です。さあ残りはそれではボクシングプロモーション7の2試合、そしてその1試合目がまずはこのフライ級の1回戦、そしてその後にはスーパーバンタム級の一戦が128パウンド契約になりました。10回戦現在はジョンゲールカシメロの控え室の様子が映し出されています。前日の計量は1回目1キロオーバー、そして2回目は600グラムオーバー、そして当日は 58.06 キロ、まあ、当日の計量はまあリミットいっぱいクリアしたということで無事にメインイベントが行われる予定です。さあ現在はグローブを装着して自分の手段に構えているところです。試合はフライ級の10回戦ビンスパラス VS 京口博人第3戦第7ラウンドに突入しています。パラスこのラウンドはヘンジャブをついて少しフットワークを使いたがってますよね。そうですよね、まずはシングルを取ろうというところなんでしょうか。かなり細かくパンチを出していますビンスパラス前で、これに対して京口は状態を揺らしながら、ジャブをかなり増やしてきていますから、またちょっと伊藤さんパラスが戦い方変えてきましたか。どうでしょう、ちょっとこう細かいのを、ね、出しながら狙ってますよね、誘ってるというか。そこに右を伸ばしていきました。小口京口選手先ほど使いましたけどパラスの、まあ、軽い左ジャブとかに合わせて右のボディストレートを打つのはいいですね。ジャブを軽く打ってるんでパラスの脇腹がだらけになるので、セカンドは飛び込むなというようなそんな言葉がかかっています。右ガードの上です。入る時のこのパラスのアッパー怖いですね。そうですね、右伸ばしていきました京口。少しこう突っ返ろうするような左に伸ばし方パラス、また距離を取ります。ちょっと、まあ、このラウンドはパラスはフットワークかなり使っています。足使い始めました。そうですね、あんまりこう、はい、ビンスの声は見たことないんですけど、いやちょっとちゃんとできてるところもありますけど。あ、そうですか。まあ、もちろん伊藤さんこのスタイルは、はい、あまり見ないという形です。そうですね、休んでるのか、でもなんか意外に、使いにくいからやりにくそうですよね。けどあまり見ないですね。ビンス自体はやっぱり前に出て戦うタイプの、ね、ボクサーなので、はい、まあ、ちょっと状況を打開しようというようなそんな意図も伺いますけれども、京口選手も少し手数が出していない状況になってますね、このラウンドは。ちょっとこれが効果的になってきているのか。左のボディは京口、残りは40秒の1点。まあどちらが勝負。おお、パースパッチ。おお、また距離が近くなりました。そして距離を取るパラス、お互いに距離。まあ勝負はやっぱり少し余裕というかこう、はい、なんていうんですかね、全体的に通して全部で少しずつ上回ってるところはやっぱ少しありますよね。そうですか。あのビンスはやっぱり前回は、ね、こう追いかけて相手が足を使ってそれを追いかけ続けたで自分が優勢だった、はい、けど今回は同じ舞台できてちょっと京口が思った以上にパワーがあるというか、はい、しっかり返してくるなというところがあって、まだ左の京口が入れました。ちょっと戦い方迷っているところは少しあると思います、ね、なるほど。そうですか。さあ第7ラウンドが終了しました。顔面には少し腫れが見えています京口博人、そしてこちらも同様ですビンスパラス。さあ残りは3ラウンドになりました。そしてこの後のメインイベントを控えていますサウル・サンチェス選手の現在の控え室の状況が今ご覧になっていただきます。
さあこちらは、まあ、前日の計量、昨日の計量でそれをパスできなかったジョンリエル・カシメロに対して、まあ、プロ失格だと、プロフェッショナルではないとこういうような言葉を出していましたパウル・チャンス・サンチェス。まあ、一度世界挑戦もありました今年の1月、ジェイソン・モロニーとの対戦、この時は0対2の判定負け、まあ、世界初挑戦ということになりましたが、モロニー相手に前線をして評価も上がったというようなサウスタンです。さあ残りは3ラウンド9分、第8ラウンド突入です。フライ級の10回戦。さあ残りの3ラウンド、岩瀬さんどんなところを見ていきましょうか。はい、いやそうですね、まあ、あの京口選手は本当に走り切るつもり満々だと思うので、はい、本当に1ラウンドから今のラウンドまでずっと一緒じゃないですか、はい、それをこう走り続けるんじゃないですか、その中でやっぱ倒してもらいたいですね、はい、これだけ気合入った試合見せてくれてるんで、ね、はい、明確な勝利を見せてほしいですね、期待してしまう。まあ、今回は10回戦で行われていますけれども、もちろん世界戦の経験もかなりありまして、まあ、スタミナというところではそれほど問題はなさそうではありますが、それでもやっぱり1ラウンド目から本当にダッシュしてるんでね、それでも未だに全然スピードもパワーも落ちずきてるんで、はい、相当練習してきたんだと思いますよ、はい。まあ、今日は前回の試合に対しておご、まあ、りがあったのかもしれないというふうにも振り返っていました、この試合は空中で高く、そして最後まで油断なく戦い切ることができるか、アッパーからの左伸ばしていきました。京口選手左がいいですね、ただパラスの方はよく手数が出てませんから、なんで、まあ、依然として亀谷さん、パラスの方はちょっと距離、まあ、足を使ってくる戦い方ですね。フットワークを使いつつよく手を出しますよね、はい、右のストレート、ただパラスその分強打はあまり今打ち込んでないんですよね。伊藤さんどうなんですか、はい、パラスの良さは生きてこないということになるんですか、どうなんですか。今お互いちょっとこう下がってるというか、ちょっとねやっぱパラスがね戦い方変えたので、はい、やっぱ1ラウンドから噛み合ってましたから、今ちょっとお互い探り探りですよね、当てるパンチを。おっとまたパラスが、あっと出血があるか、ちょっと今右はこうグラッときましたね、踏み込んで右のストレートはパラス、ただそのぐらりと来た後に返してくるパンチが結構時間ありますからね、パラスちょっと判断難しいですよね、効いてるのかなと思うとこう、力強いパンチ来るので、いいプレッシャーは手を打ちかけているとは思うんですが、おお右のストレート打ち込んでいった、残りは40秒切りました、また顔面だパラス、ボディに打ち込んでいくパラス、左右のストレートを手に、京口はやっぱりガードしながらリターンが上手ですね、フックもストレートも全部狙ってるんで、パラスの方はどうか距離があってというところですか、手数自体はそんなに減っていないようにも見えます。左に左に回る大原氏に対して京口を掴めたいですね、いい右でしたね、今またこのラウンド打ち合いになっています。残すは2ラウンドになりました、第8ラウンド終了です。さあ亀貝さん印象どうだったでしょうか。そうですね、パラスがよく手数を出しますが、京口選手の印象的なヒットもありましたからね、体力的には岩瀬さんどちらも問題は、はい、まあ、なさそうですか。問題なさそうないんじゃないですか。ないですか、はい、パラスもなんかのらりくらりが、まあ、ずっとやっぱこういう風なボクシングを続ける選手なんで、はい、その中でも後半最後やっぱパラス選手連打を打ったりこれとか、ちゃんと力残ってますよね。なんでやっぱ、体力問題なく、はい、戦ってると思いますし、あと2ラウンドなんでね、はい、このまま2人とも突き進むんじゃないですか、やっぱり気持ち、まあ、ボクシングって気持ち、格闘技とかって気持ちの部分すごく大きいと思うんですよ、はい、やっぱ世界トップの人は近いですから、やっぱ気持ちでボクシング変わるなってすごい、しみじみ思いますね。最後はそこが勝負を分けるところは、いや本当にそこが本当に決めてくれると思います。そしてこの第9ラウンドの冒頭の京口は一気に前に行きます、ガードを下ろしてリンスパラス、より一層プレッシャーを京口が強めてきた、パラスはまた足を使っています、
左のジャブ、ボリカニャリー左ね、タイミングがやっぱ危険ですよね、ビンスの左ですよね、たびたび言われますよね。そして右です、京口左強引に打っていきました、もう一発下がらせる、ここまでまだ両者にダウンはありません。すでに第9ラウンドに突入しています。あっと膝をつきましたが、これはダウンではありません。さあお互いにもう残り少ないラウンド、そして時間で体力の配分はどうでしょう。マネジメント、いつどこで出し切るのか、いいですね、力強いですね、京口選手。またボディの接し合い、左、ここで分かれます。分かれた瞬間に前に行く京口選手、少しだけギア上げましたね。あ、そうですか、やはり明確に勝ちたいという気持ち、ですね、今まではあまり使ってなかったですよね、右のボディアッパーは、はい、いいですね、左パラスが下がっていますが、おもう一発アッパー、また打ち合いになった、お互いがお互いにこうしています。制止合いだ、強引に打っていく、残りは間もなく1分、京口選手アッパーキック決定ですね、右のストレート、場内はコール、歓声が聞こえます、横浜武道館、また距離が空いた、お互いに打ち込んでいく、いやー、岩瀬さん、すごい気持ちの勝負になりました、はい、そうですね、本当に健闘を見てますね、はい、そしてボディに打ち込んでいく京口、お互い引かないですね、真っ向勝負、京口選手、右のボディーブロー、このラウンドいいですね、右嫌がってますよ、あのボディ、どちらが上回るんだ、この右のボディーか左フックを言い返したりも面白いですね、はい、ただもちろんパラスの、まあ、左フック気をつけつつですか、また頭がくっついている、離れ際の京口の左右のパッチ、ナイスボディー、場内が異様な雰囲気になってきました、よくボディーもらって耐えますね、ここで第9ラウンド終了、残すは3分、ここまではお互いにダウンはありません。さあ伊藤さん、第9ラウンドどうでしょう、はい、いやもう気持ち出してますよね、お互い、もうやっぱり本当トップクラスのレベルの試合してますよ、本当にお互いタフですし、ディフェンスもねしっかりしてますし、まあ、あとはこの気持ちで岩瀬さん、どちらが上回れるか、そうですね、はい、どちらの勝ちたい気持ちが強いのかっていうので、ね、左右されると思います、最終ラウンドですしね、まあ、ジャルハルの味方としては亀谷さん、これは結構悩むようなそんな試合になってますか、ここまでどうでしょう。そうですね、ポイントがそのあまり強く自分がしないかなっていうような気がしますね、もうはっきりと連続に勝ってやるという成長、もし判定に行ってもはっきり戦おうとしているという意識は感じられますよね、もう今回は守りに入ることというのは全くなく、最終の第10ラウンドを迎えました、フライ級の10回戦、黒のトランクス京口と、そしてカラフルなトランクスビースパラス、第3戦です、1勝ずつ、この戦いで決着がつきます、ワンツー、京口のワンツーが火を吹きました、最終の第10ラウンド、しかしパラスがジャブ連続で出しています、まあ、最終ラウンドということで両者ともパンチがちょっと効いてますよね、意識を変えて、お互いがお互いの意識を強くし合っています、京口がボイボディ、また距離が近くなった、左、少し冷静に戦っているようにも見えます、ちょっと落ち着いたか、カラスは強引に前に出るというところはありません、ちょっとどうなんでしょう、距離自体は伊藤さん、あっかり、はい、お互いね、今ちょっとね、噛み合うシーンを狙ってますよね、お互い踏み込むタイミングっていうのは狙ってると思いますよ、勝負どころ
ところはどこなんでしょうか。まもなく半分です。パラスが距離を取る。そこに京口、さあ残り時間が少なくなってきた。京口選手ポーランドは距離を縮めずに長いジャブで戦ってますから、ちょっと距離のある一発を狙ってるかもしれませんよね。これですね、パラスの強力なパンチが起こってきます。少しもっともっと打ってこいというような、そんな煽るようなアピールもあります。ヴィンスパラス、私の5月の一戦では3対0、今井のセッションで判定勝ちはヴィンスパラス。お互いにまた手数が増えてきた。残りは1分を切っています。フライキューの実際サーボリー、ボディーブラが勝った。もう一発ドウシー来ましたかね、ボディー右ボディーで。あー、ここで少しパラスがまた下がるか。しかし下がりながらも返しています。左に入れた、右ストレート、ドウシーのパンチが当たっています。残りは30秒、右ストレート、もう一発、さあ京口が前に行く。ヴィンス・パラスがそれに応える。お互いにまた打ち合いになった。残り時間が少ない。パラスはボディ、そして京口は上体を使いながら今度は上下。残りは10秒、打ち合いになった。やはり打ち合い、最後の最後まで真っ向勝負。左だ、終了。素晴らしい試合でしたね。素晴らしい、お互いに出し切りました。3度目の勝負。いやーすごい、1ラウンドからこれ全部続けられると思わなかったです。これはいい意味で伊藤さんの予想を裏切ってきましたか。そうですね、1からあんな来ると思わなかったですね。まあお互いですけど本当にすごい試合でした。はい、いやー最後まで、岩瀬さん、はい、お互いに、まあ、切らすことなくという。そうですね、京口選手かっこいいじゃねえか。いやでも本当にお互いがしっかり この試合に向けてトレーニングしてきたからこそこれだけの試合がやっぱできると思いますよ。さあ少しまだ回転の途中ではあります、集計の途中ではありますけれども、晴やかな表情を見せているのは京口宏斗。今回は油断なくやりきったというそんな表情でしょうか。今回は、ね、ジャッジを3社国にしてますから、はい、前回は現地韓国のジャッジが伊藤さん3名だったんですね、はい、今回は日本、フィリピンと、はい、まあ、あとはお互いが望んだ回になってます、はい、さあ判定はジャッジメキン・スモン、同じく杉山敏夫、96対94、セイムスコア96-94。僅差が2名。ジャッジジェロード・オットメルダン、95-95、イーブンが1人。以上2対0の採点を持ちまして、2対0、ウィナーアッツブルーコーナー、京口宏斗だ。宏斗マットボーイ、京口宏斗戦目はリベンジ達成。さあ判定、採点を振り返ってみますと、2ポイント差が2名で、1名は95-95のドローということになりましたが、この結果を受けてまず伊藤さん、はい、どうでしょうか。そうですね、本当に難しい試合